前科3番893番チョレギ太郎です。本日のお話はですね、少しまあちょっとこれなかなか話す機会というか、やっと私もこれ慣れてきてお話できるようになったかなっていうことなんですが、初犯の頃ですね、分類センターじゃないですよ、分類センターから次の刑務所が決まって、まあ、分類センターわからない方はまた私の過去の動画に遡って見ていただければわかるとは思いますが、分類センターっていうところ、26歳未満の少年刑務所に移送されるという人たちが集められる、もう今じゃないですよ、もう昔、まあ今でもそういう形にはなってますけど、これはもう30年ぐらい前の話なんで、そして次の刑務所に移送が決まりました。で、行った刑務所でまた侵入訓練するんですからね、そこの刑務所になれるために3ヶ月から4ヶ月終わってからまた違う刑務所に行って2週間の侵入訓練、侵入訓練待ちっていうのも1週間ぐらいあるわけで、そうこうしているうちに、まあ、独居なんです。何もわからないまま違う刑務所に来て、新しい刑務所でまた侵入訓練。またかって。まあ、そこの刑務所のやり方っていうのが細かいとこが変わるっていうことで。そうすると2週間のうちに1週間行って前期生、後期生っていうことで押し出していくっていう形で。私が入った時には前期生が後期になった。いわゆる先輩っていうのがいるわけです。その時に何かいじられキャラみたいな。まあ仮に、そうですね。安倍くんとしましょう。安倍くんって担当とかに言われてるわけですよ。くん付けで言うなんて珍しいな。言いながらいじられて、キャッキャ言ったりなんかしてるわけですね。もう私たちがいた分類センターとも空気が違うわけですよ。まあ会話もできませんけど、全然なんか楽しそうというか甘い。で、そこで言うのは、あそこの、お前たちが行ってきた、その私たちのエリアの管区から来た分類センターは、あれは刑務所じゃないと。あれは教育ではないとか言って、もう考え方も改めろよって言うんですよね。いやいや、こっちにしてみたら同じ刑務所でしょっていう。地域が変わってく、それは、まあ違うって言われても、今までが何だったのかっていうことなんですよ。って言ってる間に、まあ違う管区から来る人たちもいるわけで、その関西エリアの人たちはなんか楽しそうなんですね。我々なんていうのはもう腕を振っちゃいけないっていうことで、ペンギンみたいに歩いてる癖がついちゃってるんで、そんなのおかしいって、それはおかしいですよ。でもそれを3ヶ月やれって言われたからやってるんです。そんなような形で進んでって、その安倍くんがいじられてるんですね。で、ミスするんです。そうすると、お尻を、ムチみたいな、要は黒板刺しみたいなやつでパシッって叩かれるわけですよ。まあ、このチョヘキ太郎はですね、まあ優秀なもんですから、そんなことはされることもないんですけど、この安倍くんがミスばっかりするんですね。うっかり、ぼんやり、できないとか。そうすると、すごい痛がるんです。それ見てみんな笑ってるんですよ。最初は、いや、ちょっと待てよ、これおかしいぞって思い出してきて、もう、そのうち、やるぞって言ったら、やめてやめてって言うわけですよ。その時のやめてっていうのは、怒らないんです、喋っても。喋っていいんだ。やめてやめてって、今度は手を合わせて、お願いお願いお願いみたいなことするから、もう、担当も笑って、まあいいわ、ほじゃ今回。そしたら、ありがとうっつって、笑いながら席に行くわけですよ。みんなで爆笑なんですよ。で、こうやって、ここは和気あいあいと、いや、違うだろう違うだろうって私の中にはあるんですよ。こっちの方が陰湿だぞって。で、聞いてると、この安倍くん、何をやってかって言ったら、まあ、単純な窃盗なんですけども、いや、安倍、お前、お母さん泣いてるから、お前、今度ちゃんと真面目にやんないといけないんだぞって。何でもな、すぐ盗んじゃうのかって。はい、とか。うんとか言ってるんですよ。みんなの前でそういうことを喋ってるんですね。お母さんもまた面会来て担当とかに言ってるけどな、こっちはどうにもならんだって言うわけですよ。で、でもって言ったらもう喋れないんですよ。完全に先天的な障害を持ってるっていうのは誰が見てもわかるんですよ。きちんと喋れてないんですよ。いいのかって。おい、安倍くんな、もうあと一週間我慢したら、いわゆる用語、工場っていうか、そっちに行くからもうそこ行ったらもう大丈夫だから、ここは我慢しとけよっていうわけですよ。うんとか言って、そこに行けるからなって。いや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 、それが分かってるなら、そんなことさせる必要があるのって。そして、みんなの前で晒し者にして、なぶり者にして、笑い者にして、苦痛を与える必要があるのかなって。これはおかしいでしょって、やっぱり自分は思いました。でも、言えないんですよ。で、その時もそうです。お風呂に入る時、みんなの下着を集めて、一つにまとめて、洗濯工場に出す。それを枚数数える時に、誰かが、うわっっていう。やっぱり、その、ちょっと汚れてる。だから、それって普通で言ったらおかしいけど、それができないっていうことも完全にね、そういうことなんですよ。そういうことも制御ができないような状態。なぜそこに来ちゃってるかわからないです。で、そんな子たちも一緒にして、ね、あいつさ、こんなんね、あんな奴と一緒に嫌だよな、とかっていう、その奴も喋れる時に他の人たちも言ってるんです。
ね、じゃあお前何やったのって、うん、俺はさ、あれだよって、車専門の窃盗だよって。へえって、じゃあ高級車。いやいや、俺はさ、その時の車ですよ。マーク2、クレスタ、チェイサーって、あれ専門でさ、あれ簡単なんだよね。コンビニのハサミをさ、買ってきて、あれ突っ込んで回したらかかっちゃうからさ、あれ専門なんだ。だけど、検問で、ハサミが鍵についてると、バレるだろ？だから、あそこにさ、タオルをかぶしていけばわかんないんだよね。いやいや、ちょっと待てと。お前、安倍くんバカにしてるけど、俺に言わせたら同じだぞって。それで、鍵かかんないからさ、バレちゃって、って。それ執行猶予で二刑持ちなんだって、5年ぐらい来てるんですよ。いやー。安倍くんも安倍くんだけど、このマーク2野郎も似たようなもんですわ。そんなことやってるからさ、ってもう一人口挟むんですよ。俺は完璧に証拠は消すからって。もう持ってきたもんは全部川に捨てるんだって。何を捨てるのかって言ったら、あれですよ。スクーターに乗って、後ろからつけてって、ひったくりなんですよ。俺はひったくりのプロだと。現金しか使わないから俺はバレないんだ。いやいやいや、バレてるじゃんって。まあそうだけど、いや、なんで捕まってもバレないんだなって。いや、それはちょっといろいろあってさって。いや、俺も偉いとこ来たなって。言ってはなんですが、私の場合は、そういう、一緒ですよ。犯罪行為は一緒で刑務所は一緒なんだけども、まあ組織、反社会の組織にいて、いわゆるその組のことっていう形でなってるわけなんです。要は、自分のことというよりも、やってきた当時で言ったら、もう、この順繰りで、それが博打の仕事をしていったら、博打のことで、順繰りで出頭するだとか、逮捕されるとか、もう持ち番制なんですよ。若いうちに言っとけ、執行猶予になるからって言ったら、私は執行猶予にならなかったっていうことです。まあ、ここのことは本とか読んでいただければ何かっていうことはわかるんですけども、まあ、ここ今回言うところではないもんですから、まあ、そういう形なんで、犯罪傾向とやってきたことが違う。何を言ってるかって言ったら、単純窃盗の人たちと、先天的な障害を持ってる人たちと、反社会の私みたいな人間が同じ時間軸で同じところで2週間の講義を受けて、それで刑務所生活をするっていうことなんですよ。で、その講義っていうか担当の人も別に教員免許を持ってるわけじゃなく、暴力を振る、暴言を吐くっていうことで規律を守らせようとするわけですよ。そりゃうまくいくわけないよな。後々にあの時のその担当何やってる？いや、多分飲酒運転かなんかで捕まってクビになったみたいだよ。いや、それはないわと。私やっぱりこのそれ平成元年とかのぐらいの話ですよ。もう30数年前、それ覚えてるわけですよ。その安倍くんどうなったか分かりませんよ、それから。でもこれがその当時の刑務所教育というものの現実だというお話を今日はさせていただきます。